沢はいいところだからね。つながろう、つながろう。エンターテインメントが生まれてる街といいますか、そういったものに力を入れているコザっていうのをすごく誇りに感じてます。つながろう、つながろう、つながろう、つながろう。ピースフラボックフェスティバルとはあなたにとって何ですか？人生です。命かけてます。命かけてる。大事な大事なイベントの一つです。やっぱりこのピースフルでしか味わえないこうみんなとの一体感、この雰囲気っていうのは独特ですよね。32回目っていうことで歴史がありますね。この沖縄だから作れる音楽っていうのをどんどん作っていってほしいなと思いますね。アメリカツアーをやってみたいと思いますので、その時はぜひ見に来てください。ファンの方ですね、またいろいろ県外行って僕たちの音楽を届けていきたいと思ってるので。今見ているそのあなた、聴いてるあなたが私たちと出会ってまた何か始まることもあるので、そういう意味でつながっていきたいなと思います。そう、音楽であったりとか、僕たちもこれからつながっていきたい音楽がたくさんあると思いますので、みんなで一緒にどん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 つながって最高なライブを一緒に作り上げていけたらいいなと思っています。はい、そうですね、もうずっと憧れの舞台だったので、もういつ見ても素晴らしいステージです。つながろう。这里就是天气我觉得非常像台湾，而且就来这边很亲切，所有人都很热情，对吧？然后表演起来就感觉好像在家里一样。リレーションシップが沖縄のバンドと海外のバンドたちがこうつながっていくことがこれからもできたらなと思ってます。ここにインターナショナルな素晴らしいフェスティバルがあると、お祭りしましょうということを伝えたいです。楽しみです。すごい。すごい。